教えて、魔物先生どうも、魔物先生チャンネルへようこそ、トトンです。今期のおしまもは、英語の R の発音方法を4つ紹介します。練習方法も紹介しますので、ぜひ自分に似合う発音方法を見つけましょう。おしまも。ちょっとだけ絵の説明をします。赤い部分は下。ここは下先。この線は下の天井。郊外ですね。おしまも。 では、英語の R は舌で作る音で口や唇の形と関係なくて舌のポジションさえ正しかったら発音できますまずは舌を口外の近くまで接近させてちょっと狭い隙間を作りますそしてそのポジションで声帯を振動させます例えば左の A に書いた通り舌と口外の間に隙間を作りながら声を出すと のようになります。この動画は英語の R の発音方法を4つ紹介します。どれも同じ原理でできますが、隙間ができるポジションが違うので、できた音もちょっと違います。しかしもちろん、どれも R で認識されます。こんな感じです。 注意してほしいのは、舌の両側が周りの歯に触ることがありますが、どの発音方法でも舌先が口外に触ることがありません。他の言葉には、ーとか、ーのような、舌先を口外に触らせる R の発音方法がありますが、英語にもありません。おしまも。次は4つの発音方法、それぞれのメリットを話します。左上の alveolarR は一番楽な発音方法です。 舌がただだリレックスしているだけからです左下の Postal v u l n r R も舌先をちょっと上げるだけで済むのでかなり楽です。右下の Bunshed R はアメリカでたくさんの人に使われる発音方法です。アメリカのアクセントを真似したい人におすすめします。右上の r a フラックス R は下のポジションがすごく意識しやすいから一番初心者に燃えている発音方法です。 初めて R の発音の勉強する人におすすめします。では、これすいために全4つの方法でここに用意した単語を読んでいきます。左回りで行きます。ring, ring, ring, ring.carrot, carrot, carrot, carrot.bird, carrot. bird, bird, bird. bird. おしまいも初心者向けの r テ t r ッ f l e x R から紹介します。下先を裏に巻いて、声帯を振動させて声を出すと、R の音ができます。ポイントは、下先を口換に触らないことです。この下のポジションがすごく意識しやすいから、初めて R の発音の勉強する初心者におすすめします。練習方法もとても簡単です。まずは、R を言いながら、下先を裏に巻きます。こうなります。 r r 次は今できた下のポジションを維持しながら一旦黙ってそしてまた声を出しますこんな感じです r ー,ー、これで RattifexR ができました舌をうまく巻けない人は下の筋肉が慣れるまで指で舌先を押してくださいでは最後はできた R を使って練習したい単語を読むだけです ここに用意した単語を使って R をストレスしながらやってみましょう R, redR, ringR, ring. r i ring. n このように練習してくださいうまくできるようになったらまた carrot, fur のような真ん中かケツにある R を練習しましょうおしまも 次はアメリカでたくさん使われる Bunched R を紹介します。舌を口の裏に引いて、舌の真ん中を高く開けながら声を出すと、R の音ができます。舌先が上に向いても下に向いてもどっちも大丈夫です。口外にさえ触らなければ大丈夫です。Bunched R の下のポジションがかなり探しにくいので、練習方法を紹介します。まずは、舌がリレックスしている状態から、 下の先端を上げて、郊外に触らせます。これで、青いポジションに入りました。次は、このまま、下を裏に引いて、灰色のポジションにします。この A では見えないが、下の両側がこのあたりにある奥歯に触っています。で、最後は、この灰色のポジションから、下先を下げて、郊外から離すと、パンチと R のポジションになります。声帯を振動させて声を出したら、R の音ができます。 R の音をストレスしながらここに用意した単語を読んでいきましょう Red Ring Run 最初は下のポジションを探すだけで疲れてしまうかもしれませんが1週間ぐらい練習し続けたらマッスルメモリーができてあんまり意識しなくてもすぐできるようになりますそうなってからまた CarrotFurBird のような 真ん中かケツにある R を練習しましょう。おしまも最後は一番楽な R の発音方法を紹介します。まずは上の alveolarR から紹介します。舌がリレックスしている状態から、舌先を上前歯の裏の口外に近づけます。舌先と口外が触っていないまま、声帯を振動させて声を出すと、R の音ができます。Red, Carrot, Bird の感じでですすごく楽にできますしかし、下先が号外が上前歯の裏側に触ってしまうと、L か D みたいな音に聞こえる可能性があるので気をつけてください。下のポスタービオラ R はかなり近い発音方法です。下先を上に向けて、上前歯からちょっと離れたところに号外に近づけます。 そして、また先のように、下先と口外が触っていないまま、声を出したら、rr の音ができます。r e d carrot, bird の感じで楽にできます。練習方法を紹介します。まずは、r を言いながら、下先を上前歯の裏の口外に近づけます。こうなります。r 口をあまり大きく開かなくていいです。 次は今できた下のポジションの維持しながら一旦黙ってそしてまた声を出しますこんな感じです。R。ルーこれでアルビューラー R ができました。最後はこの R を使って練習したい単語を読みます。ここに用意した単語を使ってやってみましょう。R red。R ring。R ーインこのように練習してください。うまくできるようになったら、また carrot、fur のような真ん中かケツにある R を練習しましょう。p o s t a l v ラ o l r r も同じ方法で練習することができます。下先を上前歯からちょっと離れたところに号外に近づけたらいいです。おしまも練習用の単語をたくさん用意しました。一応左から右に行くと、 だだんだん難しししくなる並び方にしてみました。最初は一番左の2列から練習しましょう。では今回はここまでです。質問があったら是非コメントで聞いてください。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。